はようあるいはこんにちはあるいはこんばんはゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はテンペストのクリスマス紙芝居を紹介します。参考資料はテンスラ日記2巻です。本編にはあまり関係ないしネタバレはありませんので安心してゆっくりしていってね。存在を確認できません。俺には年の離れた兄がいてサンタはいないことを早々に暴露された。でもひょっとしてこの異世界にならなあ、ちょっと聞きたいんだがサンタクロース知ってるか？サンダークロス。新必殺技か？私には聞かないのだ。やっぱり、いないようだ。酒が飲めるぞ。それで、リムル様、クリス、マス、それは一体、いかなるものなのですか？うむ、毎度のごとくこの質問が。キリス、昔の偉い人の生まれた日で。はぁ？あ、いや、別にその人の信者でなくてもいいんだけど。はぁ？モミの木やら、ケーキやら、七面鳥やら、プレゼントやら、用意して。サンタ殿はどこに？え、サンタ？サンタは夜に侵入して。俺自身深く考えず、漫然と受け入れていた。あっちの世界の常識、風習も文化も歴史も、世界の成り立ちすら違う。文字通り異世界人に説明するのは。とどのつまりは、飲んだり食べたり歌ったり贈り物やらしたりする。宴かな？うん、なるほど、素晴らしいですな。理解しました。大体これで納得してくれるが。神話性。クリスマスイルミネーション設置。これが光るんですか？大したもんだな怪人。どんな感じかは、暗くなってからのお楽しみだぜ旦那。一個一個はろうそく以下の光量だがこんだけ飾ればな。研究所の照明の仕組みで面白いことを考えるもんだ。さすがはドワーフだな。一気にクリスマスらしくなった。完成度高いぜ。奥さんたちも含めてな。ハマり役だわ。そうすか？流行るかな？このヒゲ、元に戻るんだろうな。老けて見えるぜ。その頃武装国家ドワルゴンでは、弟弟子からだ。似合うか？フラッシュバック。さあ、おじさま連中には負けていられません。ね。なんでそんなにガツガツしているんだよ。寒くない？クリスマスをみんなが楽しめるように盛り立てているんです。そうか、そうだな。とりあえず、合力丸島へ。この催しを機にテンペストの住人がより固い絆で結ばれるように。おう、家族も、友人も、仕事仲間も。そして、恋人同士も。それは、認めん。あ、いや、いいと思うよ、クリスマスに恋人同士が。僕は、大人だからね。見たことないような苦い顔してますよ、リムル様。ミリムイヤーには線がある。聞いたぞリムル、サンタとやらの話。必殺技かと思ってた。プレゼントをくれるとは、楽しみだな。え、どこで聞いた？ははは。は変な格好した一本角が得意げに語っていたのだ。あのおしゃべりめ。ミリムイヤーが漏らさず聞いたぞ。なんだそのスキルの無駄遣い。よく聞け魔王ミリム、喜んでいるところ言いにくいんだが。サンタクロースは、良い子のところにしか現れないんだぞ。というか、そもそもあれはおとぎ話で。あれ？やだこの子、すっぽい澄んだ瞳。自分がもらえると信じて疑わない、純粋無垢な眼。聞いてる俺の話？ミリムイヤー。あらゆる音を聞き取ることができる地獄耳。ですが都合の悪いことは聞こえません。想定外人事問題。テンペスト少年少女聖歌隊インテラコや、子供たちの歌は、聞いていて気持ちがいいですな。リムル様も、お喜びになるでしょうね。しかし若干、声の大きさにのみ頼りがちですね。ははは、元気があって、良いではありませんか。ですが、それではこの歌は、感性を生かしのびのびと歌うことが、素晴らしいのではないですかな。子供たちには、それが一番ですぞ。家完成だけでなく技術との調和が、感動を生むのです。ドワルゴン随一の文化人と言われた私の目が黒いうちは。最近ちょっと回復薬研究が、はかどっていないな。どうかしたのか？音楽性の違いでしょうか。スナックジュラ本日は閉店。トレーニーさんは、誰かにプレゼントをあげたりすんの？そうですね。リムル様と、妹たちに。ああ、ガゼル王が来た時、一緒にいた。自慢の妹たちです。まだ未熟ですが、森の管理者としての私をよく補佐してくれていますね。あの子たちが、いてくれるからこそ私は安心して、リムル様のご相談に。いつまで油を売っているんです。お姉様。お姉様だけずるいです。あらあらダメよ。名士様の御前です。もっとドライアドらしく、管理者の仕事ほったらかしでよく言えますね。私たちばっかりいつも貧乏くじで、落ち着いて二人ともポテチ食べます？キー。飲まれてしまいたい。クリスマス当夜。メリークリスマス。楽しんでるかヨウム。あ、どうも。ここ本当に魔物の街なのか？
こんな祭り、オートでもなきゃやらないぜ。馬鹿されているかと思うくらいですね。ははは。悪い魔物じゃないってのに、宴の席では、ただ楽しめばよい。ほほほ。浮世のすべては杯の酒と同じく、飲んで笑いに変わるものじゃ、ただでさえ。明日の修行中にあっさり行くかもしれんのだからの。馬鹿されたままでいたいな。もう一回乾杯しようか。広がるしや。お待たせしました。クリスマスケーキです。おうおう。すごいぞシュナ。材料も満足に揃わないだろうによく作れたな。真ん中に何かあるが。意味。これはうまいでやんす。お店とか出したりしないんですか？私はリムル様にお仕えしている身ですので。リムルさん羨ましい。これは通い詰めちゃう美味しさですよ。イングラシアの名人の腕にも匹敵するかも。そう？そのような人がいるのですね。世界には。彼女の瞳にちらつくのはイルミネーションかそれとも。お前の分もある。影に生きる私にとっても、賑やかな街のきらめきには、心がかき乱される。そうか、よそ見するな。は、はい。クリスマスとやらで浮き足立っている今こそ、俺たちが平静でいなければならない。心を殺せ、常に冷たい刃のもとに。決してかき乱すな。ちなみにこれはリムル様に披露する一発芸用だ。ひぃ、ひぃ、うくくく。く。げほ、げほほ。宗英様はずるいお方です。今の自分の精一杯。ベルドラ様また外界の様子の見学ですか。いつまで経っても封印の解除ができませんよ。貴様は相変わらず、硬いなぁ。見ろ、リムルがクリスマスとやらをやっておるのだ。どうやら、贈り物をし合う宴らしいな。宴なら年中やってる気がしますが。いいなあれ、我も参加したい。イフリートよ。もし、もしだが、我に贈り物をするとしたら、何をくれる？あ、もしもの話、家庭の話だぞ、決して。勤勉さ、でしょうか。勝ったいなぁ、貴様。不可能作戦。宴の後。一応俺に責任があるからな。朝になって、泣いて暴れられても困るし。しかし普段の昼寝姿を見慣れてはいるものの。すぅ？すぅ？女の子？の個室に忍び込んで枕元に立つのは。罪悪感が、ミリムアイ。サンタクロース捕まえたのだ。うお、良い子の私にプレゼントをよこすのだ。サンダークロース、サンダークロース。お前、わかってるだろ？ミリムアイ。あらゆるものを見通すことができる調子力。ですが都合の悪いものは見なかったふりをします。良い子のリムル君へ。翌日。リムル、これはなかなかいいぞ。もちもち具合の再現度が高いな。せっかく作ったんだから、壊すなよ。サンタを信じず早行くとせ。代理役はコリゴリかな。で。これ、誰から？さあ、私たちでは。やっぱり、サンタではないか？は？サンタクロースはここにいる？今回の動画はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございました。これからも〇〇相関図や〇〇復習など作っていきますので、チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。また見てね。バイバイ。